はいでまあ、その小高区なんですけれども、まあ、避難指示が2016年7月に解除されまして、もともと1万2800人いた人口が、のうち今、3700人ぐらいが戻ってきているというような状況です。まあ、あの大体3分の1で,す、ね、ですが、まあ、半数は高齢者ということで、ご覧のとおり、子どもたちは非常に少ないと。 えーまあ、なので、避難指示は解除されたんですけれども、大、ま、方、あの予想通りですね超少子高齢化の町になったに過ぎないと、えーまあ、あの本当にあの厳しい状況で、ここからどうやってこの地域を、あのー、存続させていくんだと、まあ、そういうような状況ではあるんですけれども、おですが、僕ら、こういう状況にこそ、すごく多くの可能性を秘めているというふうに感じて、ここで事業を行ってまいりました。えー 僕らがそのミッションとしているのは地域の100の課題から100のビジネスを創出するということです。地元の女性を雇用して、まあ、ゼロから技術を身につけて、まあ、こういったピアスとかネックレスといったアクセサリーを今生み出しております。で、まあ、実際こんな工房なんですけれどもこういう工房ができて何が起きたかというと。 まあ例えば、小高に縁もゆかりもない人でも、ここにアクセサリーを見たり買ったりするためだけに出入りするようになったり、別に復興支援とかじゃなくて、ですね本当にただその商品が欲しくて出入りするようになったり、あるいは高校生がですね卒業したらここで働きたいと言って押しかけてくるようになったり、あるいはこんな近くにえ素敵な場所があるならこの近くにカフェを開きたいですと相談を持ちかけてくる女性が現れたり、彼女は実際カフェを開いたんですけれども。 まあ、なかなか若い人帰ってこないよと住民は諦めている中こんなちっぽけな工房を一つ作っただけで、まあ、こういった変化が起きてくるようになりました、えーまあ、僕らは最終的にやっぱこの地域を自立したあ地域にしたいと思ってます、まあ、どうしても地方ってその地域の課題を解決しようとした時に、まあ、どういう手段を取るかっていうと僕が企業誘致だと思ってますそれは僕はすごく賛成だしどんどんやればいいなと思ってるんですが、えー、ただ 問題なのは、その企業がいろんな課題を解決できるがゆえに、えー、地域の人たちがその企業の存在にすっかり依存してしまって、えー、雇用の問題、経済の問題、それを、えー、たったの1社、2社、3社、そのぐらいの企業にすっかり委ねてしまうということが、僕は問題だと思ってます。で、く、えー、いですけど、未来予測不能ですから、その企業が未来永劫、その地域に存続しているということは、やっぱり考えにくいですよね。 企業だって別にボランティアに来てるわけじゃなくて経済活動しに来てるわけですよ状況が変わればやっぱり撤退するってことは当然ありえますよ、まあ、こういうような形で成り立っている地域はある日突然死してしまうそういうリスクをはらんでると思ってますじゃあどうすればいいかっていうと、まあ、ちっちゃくてもいいからゼロから1を乱すか経済を乱してるか回してるとか、まあ、そういう人たちがたくさんいてでまあ一個一個小さいに大したインパクトはないんですけども だからこそ何か大きなことをやろうと思ったときは、協力しちゃいます。で、そのコミュニティが活発になっていくと、多様な事業が生まれていって、で、えー、外からもこのコミュニティの一員になれば、自己実現するかもしれないという人がやっぱ入ってくると思うんですよ。だけど、まあ、再三言いますけれども、未来は予測不能なので、また今回のコロナのようなことが起きたり、災害が起きたりしたときに、まあ、簡単に全滅してしまうことだって当然ありえます。 だけどこういうことが生まれている風土さえ出来上がってしまえばその大人たちを見てきた子どもたちは起業するとか自分で事業を起こすとかなりわいを持つっていうことに対して何の心理的抵抗もなくそれがかっこいいことだ当たり前なことだ自分にもできることだと思ってその地域で事業を立ち上げていくと思うんですよ。そうやって新陳代謝を繰り返しながらでも50年100年1000年と社会の変化に応じて事業が生まれていくような。 そういうようういいいよな地域にしててきたいと思っております。もう日本みたいな成熟した社会を変えようと思っても、やっぱよっぽどの時間とエネルギーをかけなきゃ変わらないと思うんですよね。でも、翻って僕らの地域を見たら何もなくなっちゃったわけですよ。で、たかだか3000人から4000人ぐらいの住民がここで暮らしを構築していかなきゃいけないわけですね。だから余計なことをやってるリソースがないんですよ。 本当に必要なもの、本当に残したいもの、そういったものだけを厳選して丁寧に積み上げていくほかないんですよね。そうすると、どん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 やみくもに物やサービスがあふれていく社会と、僕らみたいに厳選したものを丁寧に丁寧に積み上げていく社会と、30年後、40年後、50年後、どんなふうになっているかなということを想像したときにもしかすると僕らの地域の方が暮らしやすくなっているんじゃないかなというふうに思っています。 何か、ね、日本がやり直しをするとしたら唯一で最後のチャンスがあるエリアだと思ってますしそういう意味で僕はここはフロンティアだというふうに表現して、えー、そこをフロンティアを開拓するっていうことに非常に、えー、あの楽しみながらやっているところです。やっっぱりあの、まあ、予定調和ななな未来ってもうなかなか、えーまあ、そういういものを、まあ、皆さん 普段は思い描きながら暮らしていてなんとなくこう安心して日々暮らしていると思うんですけれどもやっぱりあの予定地の未来が壊されるということは往々にしてあるとで特に福島は僕ら住民はです、ね、あの本当に想像もしてなかった。 まさか自分の家を追われるとかあそこから何年も帰れないとか、まあ、そんなことを起きるなんて当然思ってないわけですよだけどそんなような経験をしながらも欲しい未来を思い描いてそこでできることは何か自分が実現したいことは何なのかそれをあの。 思い描いて行動に移して形にしていくそれがあの今の福島の状況かなと思っていてまあそれは今後コロナ禍の世界がどのように復興していくかというところにものすごく参考になるのかなというふうに僕は思っております今そのコロナ禍でキャンパスに行けなかった大学生なんかがあの僕らの地域に続々と来ていてですねあのまあ 授業はオンラインで受けつつ地域で伸び伸びと自分の興味関心を赴くままに地域に関わりながら活動していったり起業家のインターンをしたりとそういうふうにして学びの場を新たに見いだしたりしています。やっぱりこう学びにに来ていいいいたただきたいなというふうには思いますあの多分 いろんなあ今までの価値観がひっくり返ったりですね、えー、凝り固まった考え方がほぐされたりですねでなんとなく社会これからの社会に不安を感じていてもあ別にこういう考え方で生きていけばいいんだとかこういうところに価値を生み出していけばいいんだとかなんかそういうことが見えてくるんじゃないかなというふうに思っておりますなので、えー、っとぜひあの学びに来てくださいというところですねはいありがとうございます